9回表のマウンドにはベイスターズサウスポー大原慎二投手が上がりました。先発山本、2人目が菊池、そして3人目小林投手に続いて4人目のピッチャーになります。はい、ベイスターズ先発の山本ですけれどもね、自分の持ち味を出してのらりくらりと投げられてはいたんだけど、まあ、6回も2アウトランナー出しからだったし、まあ、勝負どころの6回7回でああいうピッチングをしていてはダメですねと安そうな表情で反省いっぱいでした。はい、で一方のですねドラゴンズ先発の山内投手なんですが、毎回ね低く低くと声をかけてくれていた人がいたみたいで、それがですね山崎、栗重、森田とこの3人の、ね、選手が、ね、声をかけてくれたそうなんですよ。それなので、低めというのが非常に意識できたというふうに振り返ってくれましてね、はい、でツーシーム系の球が良かったと本人は振り返ってます、はい、で今日の自分のピッチングが良くないと開幕からの流れに意味がなくなるというプレッシャーの中で登板前実は今まで以上に緊張したそうなんですよ、はい、ね、だけれどもマウンド上ではいつも通り投げられましたと今日のピッチングを振り返ってくれました。はい、両先発ピッチャーの談話が届きました。大原、まず谷繁太の勝負どうですか。内山さん、開幕からチームが連勝で来るとかなり楽な気分で次の先発ピッチャーが投げられるのかなと素人ながらに思っていましたが、そう単純なもんでもないですね。そんな単純なもんでもないですね。やっぱりこういい感じでみんな抑えてますからね、はい、自分もその流れに乗りたいですし、チームの勢いも止めたくないっていうね。お前で止まったと言われたくないですね。ありますしね、まあ、自分自身もやっぱり、その輪に入ってね、乗っていきたいですからね、はいはい、まあ、そのプレッシャーもあった中で見事に7回無失点で浅尾にバトンタッチしました先発の山内颯真投手の談話でした。さあ代打で登場ブランコです。4番に山崎武史が開幕から座って主にここまで代打と登場しています。ただ代打ホームランをすでに1本打っている。これもすごい当たり、ダイレクトフェンス、いよいよツーベースになりました。これ代打でですから3本目のヒット、そのうち1本はホームラン。何か代打の適性があるんでしょうか。いやいや調子はね、ええ、やっぱりこう悪くないと思うんですよね、はい、やっぱりこういう使い方ですから、ええ、もう出た時に結果残そうっていうね、ええ、強い思いっていうか集中力があるんじゃないですか余計、はい、これは猛烈なまたアピールになりました。そうですね、ええ、まあ、だからそこはもうベテランと外国人でね、はい、競争してますしね、ダイソーが出ました。藤井が起用されています。ワンアウトランナー二塁、まあ、ベンチとしたらあるじゃないですか。ドラゴンズベンチとしたら本当に交流戦まで、こういういい流れ、でいてくれよって思ってるじゃないですか。あ、まあ、確かにもう山崎もね、年齢的なものもありますからね、はい、疲れてきたらフランコとかね、栄養があると思うんですよね、はい。ここまで4打数1安打ですが、ツーベース1本。アベレージはまだ4割キープ、4割2分9厘です。今日のドラゴンズは3番森野が 6回に先制のツーランホームラン、そして8回の追加点は5番の和田、和田に待望の今シーズン初打点のタイムリーが生まれました。まあ、開幕から好調のこの1番荒木、そして6番の井端、このあたりとそろそろ打線全体がつながってきた、そんな印象もあります。去年は本当に信じられないような打率が2割3分台という森野でした。
してタイムリーが出ました和田。投手陣は盤石、打線も本当にどこからでもという感じになってくると無敵になってくるというドラゴンズ。やはりこの大原慎二もある意味ではテストなんだというような目で首脳陣も見つめているかもしれません。まあ、いい内容で投げることができれば現在の状態ならチーム状況ならば9回山口の前8回を任されるというそういう大役も待っています。ショートゴロに打ち取りました。ランナーは三塁に進みまして2アウト。このサウスポーも石山さんやはりボールの切れで勝負するタイプですか。そうですね、まあ、切れとやっぱりこうスライダーと沈む球っていうかね逃げる球と、はい、っていう感じじゃないですかね、うん、だから右バッターを抑えるためにやっぱり右のインサイドのストレート、はい、スライダーでやっぱりこう自動モードを意識させながら、外まっすぐ、沈む球っていう形になってきますよね、やっぱりあれですね、こう中継ぎで出てくるねピッチャーというのはもう、右左関係なくバッターの内側のコントロールをしっかり意識させながら外側で勝負するっていうパターン多いですから、ここは外外でストライクを差し取りました。今の球はやっぱり遠く感じてるでしょうね、あそこからだから同じところからねボールになるスライダーを、はい、すぐ投げるのか、インサイド見せてガッと投げるのか、また外角です。まあ、1球ストレートでボール外れました。今シーズン3試合目の登板になります。そうですね、はい、9回表ドラゴンズはランナー3塁まで行きましたが追加点はなりません。